こんにちは、速稼塾の久保です。そして全国1億6536人の麻生財務大臣ファンの皆様、本当にこの度は麻生財務大臣長い勤務をね終えられて本当お疲れ様でございました。最後の会見を皆さん固唾を飲んで見守っていたと思いますけども、もしかしたら中にはね、麻生大臣辞めないでというふうにね白いハンカチを振っていた方もいるかもしれません。今回ね、麻生財務大臣に鼻向けの言葉としてねいただいた中で、どっちが鼻向けか分かりませんけどもね、まあいろいろあってツッコミどころは満載なんですけども、私はねこの言葉をちょっとピックアップしていただきたいと思うんですよ。それはですね、こういうふうに言ってたんですよ。麻生財務大臣の言葉なんですけども、記者から質問を受けてね、あんた朝の9時から5時までずっと質問もないのに2ヶ月間座ってる自信あるか、新聞記者なんかできねえだろ、じっと質問もないのに2月3月予算委員会に座ってる、やってごらん自分で、と言っていたらしいんですよ。そしてですね、国会の出席回数がむちゃくちゃ多くて激務だったよってことをにじましてるんですけども、あの国会に出席するのは国会議員なんだから当たり前だと思うんですよ。国会の出席日数が多い日って笑わせんなって話ですよ ね。じゃあね、この麻生財務大臣ファンの皆様で毎日労働に従事してる方、じゃあ麻生財務大臣、私の仕事を代わりにやってみてくださいね。日本でもお偉い麻生財務大臣様なら私の仕事ぐらいちょちょいの処理できるでしょう。どっちがきついかちょっと交代してみましょうよと。私が2ヶ月でも3ヶ月も1年でも2年でも5年でも10年でもその財務大臣の椅子に座ってますから、それで毎月300万500万給料もらえるんでしょ、まあ、やりますよやりますよみたいな感じですよね。いや、なんでしょうね、麻生財務大臣は座ってるだけがもうね大変なら別に頼んでないで辞めればいいんですよね。今回8年9ヶ月の在任期間でしたけども、どう思われますか、麻生財務大臣、長いに決まっとるって言ったけどね、いや、あのね、8年9年の勤務が長いってね、何を考えてるんですか。庶民様30年40年やってるんですよ。かあ、その大臣はね最後にねこんなね大失態を食らわしましたね。いや、しかもね、麻生財務大臣は自分の任期中に2回の増税をして支持率が上がったみたいなこと言ってますけどね2回の増税をして支持率が上がったっていう、そこをつなげなくてもいいじゃないですか。いろんな要因があって支持率は上がったかもしれないけども、それはね増税したから上がったわけじゃないんですよ。増税をしなければもっと上がってたわけですよ。つまり麻生財務大臣が足を引っ張っていたんだ。そして日本国民の中でお金に苦しんで生活が立ち行かない方、子供を塾に行かせられない方、中には自ら命を絶ってしまった方、麻生財務大臣のせいです。あいつ多分財務大臣一人がそんなね、財務大臣なんてもう本人もやりたくないって言ってるわけでしょ。しかも座ってるだけの財務大臣ですよ。誰でもできるじゃないか。で、あなたが財務大臣っていう職を牛耳ってるからこんな世の中になっちゃったんですよ。そうでしょ、麻生財務大臣ファンの皆様。いや、私もね、麻生財務大臣ファンの一人としてね、最後に麻生財務大臣に鼻向きの言葉ですよ。辞めてくれて本当に良かったけども、もっと早く辞められなかったのね。別にもうね、いらないじゃん、座ってるだけなら。座ってるだけでいいんだったら給料いらないから俺がやるよね。そしたらとりあえずは麻生さんが財務大臣やってるようなひどいね、緊縮財政、プライマリーバランスの黒字化、2025年そんなトンチンカン、人文漢文でね、500年前の経済論にはなってなかったわけですよ。まあでもね、おかげさんで麻生財務大臣が憎まれ口を叩くおかげでね、随分いろんな YouTuber がアクセスを稼がしてもらいましたよ。私もその一人です。まあ私はね、あんまり稼いでないんですけど、でもね、麻生財務大臣をとりあえずね叩いとけば動画のネタにはなるし、でもね、それはね無理やり叩いてるわけじゃなくて本当に叩かないといけない人ですよ。麻生財務大臣、今度はねもう立候補しないでくださいよ。大島九州さんが同じ選挙区から立ちますから、あとは任せてください。麻生さん、座ってるだけでも大変なんでしょ。国会に出席日数が一番多いのが激務なんでしょ。なんで座ってるだけで激務なんですか。じゃあね、新聞配達を毎日やってる中学生高校生と変わってあげてくださいよね。スーパーでパートでね、もういろんなお魚売り場とかお肉売り場で学生苦闘してる50代60代の奥さん方と変わってみてくださいよ。務まるんですか、一日でもね。できればそういう風な庶民感覚をまさに生きているパートのおばちゃん、そして30年40年もね変わらずガードマンをしてくださってる町の安全、
国民の安全を守ってくださってるガードマンさんに麻生財務大臣のその仕事を代わってもらったらいいじゃないですか。まあ、誰でもできますよね。座ってるだけなんでしょ。2ヶ月間座ってる自信あるかってありますよ。それはたった2ヶ月でしょ。こっちそらね、何十年座ってるだけじゃなくって、ああだこうだと働いてると思うんですかね。平行らと頭を下げて、少ない給料に本当にね頂戴しますと言って、いろんな資格にトライして寝る間を惜しんでやってますよ、ね、なんでこんなに私たちが寝る間を惜しんでやらないといけないんですか。それは財政政策が悪いからですよ、麻生財務大臣のね。しまいには増税したりするわけでしょ。消費税なんて廃止でいいんですよ。消費税がなくたって誰も困んないんだからね。国債ガンガン切りゃいいんですよ。誰も困んないんだから。国民一律給付10万円をなんで誰がせき止めてたんですか。なんぼ税金で巻き上げといて、そのお釣りをくれってるだけなんですよ。国民一律給付の10万円なんてね、分取るだけ分取ってね、自分の退職金にして、ああ2ヶ月座ってるだけ大変だったみたいなね、捨てゼフィー吐いてね。麻生財務大臣あかんね、あんたはね。うん、あかん。せめてね、麻生財務大臣もうおとなしく老後送ってください。年金持ってっていいんでね。麻生財務大臣が8年9ヶ月どころか1日たりとも財務大臣をやらなければね、その椅子に座ってなければ、もっとまともな社会だったと思いますよ。もしかしたら日本再生のきっかけを失わせたのは麻生財務大臣一人だったかもしれないということでございます。せめてね、財務省ぶっ潰して終わってほしかったですけども、まあ、綺麗にね、麻生財務大臣自分の保身だけはしっかりと任期満了しましたね。ということで今回は以上です。いってらっしゃい。